はい、ワンマンコ YTK でございます。本日もね、また、はい、こちら。なんとライトのご紹介ですね。また、トゥワイルド様からね、えー、ご提供の方いただきました。ありがとうございます、えー。今回のライトなんですけども、これですね、デュアルライトソースシステムということでね、ちょっとまた一風変わったライトの方をご紹介しようかなと思います。はい。えー、現物なんですけどもね、こちらとなります。はい。うん えー、D ライトというライトでございますね。で、この D 何かと言いますと、まあ、最初申しましたね。これ、デュアルのライトということでね。LED が上下2つついております。で、あの LED がね、2個っていうのは全然珍しくないんですけども、この上下2個というのはね、まあ、ありそうでなかなかなくて、あの、大抵ね、こう、 左右にはよくあるんですけどもね、この上下というのはなかなか珍しい方かなと思います。で、今回ね、この D ライトなんですけども、あのー、こんな小さいのにね、なんと1800ルーメンもあるということですね。まあ、1600ルーメン以上ですか。っていう、まあ、超高出力のライトね、まあ、いくつかレビューしたことあるんですけども、あの、大抵ね、アホみたいにでかいんですよ。で、ここまでコンパクトなのはなかなかないと思います。 で、あの、なぜでかくなるのかと言いますと、この、えー、ライトの出力の方法ですね。まあ、大抵ここに、あの、リチウムイオン電池が入っているわけなんですけども、ほとんどのものはね、3 6ト駆動なんですよ。で、この千何百ルーメンってなってくると、はっきり3 6トじゃ電力不足なんですよね。なので、ほとんどが7 2ト駆動になるため、えー、この、でかいバッテリーを2本ですね。 要は直列につなぐ必要があるので、最低でも2本乗っける必要があると。けど今回なんですけども、この d ライト1800なんですけども、なんと21700というバッテリーを1本だけの仕様となっております。まあ交換はできないんですけどもね、まあ中にそれが内蔵しているわけなんですけども、なんと 3.6V 駆動でこの1800ルーメンを実現しているという、なかなか えー、僕もね、いろいろ見てきましたけど、ひょっとしたら初めてかもしれませんね。最初にその、いろいろね、スペック、あの、公表されているスペック以外も、あの、ちょっとメーカー様にね、直接聞いて、あの、お伺いしたところが、まあ、いくつかあったんですけども、正直ね、最初聞いたとき、んと、えこれ大丈夫なんと <laughs> 思ったわけです。えー、繰り返しますけども、その、今までね、その高出力になるには絶対 7.2V、ね、3.6V の壁ってのがあったんですよ。 ね。で、3.6V で、その1800ルーメンを実現してるっていうのが、どうやったらそれができんねんということで非常に興味がありました。で、結論から言います。あの、なかなかすごかったです。もう最初ね、ちょっとね、あの、忖度しなきゃダメかなと <laughs>。思ってもないことを言わなきゃダメかな、なんてちょっとね、不安だったんですけども。 えー、実際、全然そんなことなかったです。驚きました。はい。ではね、当チャンネルではね、あのー、ライトをつけて、まあ明るいという、ただそれだけの動画は撮りません。照射点からですね、1メートル先に、えー、ルクスメーターでですね、光の、えー、量を測る装置を置きまして、えー、真ん中から、まあ、正面から1メートル先の真ん中、一番明るいとこですね、を調べて。で、その次、横15センチ。ちょっと薄暗いとこを調べて。 で、さらにそこから15センチですね、中心から30センチずれたところの、えー、一番端っこの明るさなども調べて数値化をすることによって他のライトと比べたり、えー、できるようにしております。当チャンネルではね、もう軽く30種類以上かな多分。えー、か <laughs> まあ、それぐらいの、えー、各メーカーのね、いろんなライトを調べて表にしておりますのでね、あのー、概要欄の方にも、あのー、リンク貼っておりますので、ね、もしよかったら見てください。 で、今回なんですけども、あの、ま、後で、あの、照射した画面も見せます。あの、なかなかすごかったです。で、その前に、あの、ルックスメーターを使ってね、色々調べたんですけども、えー、こちらのライト、えー、ちょっぴり高級ライトです。えー、お値段大体1万円ちょっとします。1万円ちょっと超えます。えー、なかなか、 ちょっといいお値段をするライトでございます。ということで、今回、えー、なんと、えー、他メーカーのライトですね。えー、1万円前後のライトと、えー、比べてみようかな、ということでございます。まあ、あのー、一応提供品なんでね、あんまりよそのライトですね。まあた、他メーカーと比べるのもあんまりよろしくないので、ちょっと、あの、メーカー名はちょっと伏せさせてください。はい。では、えっ、ー、と、表を見ていただきましょうか。えー、まず一つ目がね、えー、真正面から、 一メートル離れたところの照射ですね。一番明るいところの照射です。棒グラフがね、まあ4本出てますけども、上から棒 G 車ですね。まあ G 車ってもいろいろあるんで、まあちょっと想像してください。棒 G 社、安い方の棒 G 車 <laughs> の、えー、1600ルーメンですね。はい。で、その下、えー、上から2つ目ですね。えー、これ棒渓谷の、えー、ライトです。あまりね、流通してないちょっと変わったライトでございます。えー、棒渓谷が開発したライトでございますね。 はい。で、その下え、上から3番目なんですけども、こちらの某 G 社の、えー、800ルーメンのライトでございます。某 G 社、あの、高い方ですね。<laughs> 高い方の某 G 社800ルーメンですね。え今お値段多分1万円ちょっとすると思いますね。はい。で、一番下なんですけども、今回の D ライト1800となっております。はい。どうですかグラフ見て。まあ、微妙な位置だと思います。あの、今回の D ライトね。 あのー、めちゃくちゃ明るいわけでもなく、かといってめちゃくちゃ暗いわけでもございません。まあまあ、あのー、どっちつかずのような感じでございますね。まあその点、えー、一番上の某 G 社の1600ルーメン。やっぱ1600ルーメンだけですごく明るいです。6000ルクス超えてんのえぐいです。はい。で、えー、上から三つ目、ね、某 G 社、高い方の G 社ですね。の800ルーメン。ライトなんですけども、まあ、6000ルクス。これもね、800ルーメンで6000ルクスは異常です。 うん。だから、この二つはかなり異常です。はい。では次。えー、こちら、えー、中心から15センチほどずらしてね、えー、まあ、あの、端でもない、かてって中心でもない、あの、ちょっと真ん中ぐらいのところを測定したものです。で、えー、順番は一緒です。えー、どうですかなかなかいい接線だと思いますね。某警告のライトはちょっと暗すぎるかなという感じなんですけども、えー、その他三つ、なかなか接線で、なかなかいい数字だと思います。はい。では、その次。 ライトのこの中心から一番外側ですね、一番暗くなったところを測定しました。え僕はどちらかというとこの数字が重要だと思っていますえ。順番は一緒です。どうですか見てください。今回の D ライトと、ね、一番上のね、1600ルーメン、某 G 社の1600ルーメンと、まあ、結構近い数字が出てると思います。で、ここからわかる通り、今回のこの D ライト1800なんですけれども、かなりのフレア型です。結構なフレア型。 なので、あのー、まあ、中心の明るさはちょっと落としてるんですけども、両サイド及び下方向ですねえ。今回のこのグラフでは下方向まではちょっと測定してないので、あの数字には現れてないんですけども、実際見たらわかります。下方向の明るさがすごいです。ということでね、あのー、このライトなんですけども、えー、この二灯を使ってね、 手に集中するようななな明かりではなくそのためね、まぁ、あ、ちょっと中心部分は残念ながら1800ルーメンとはちょっとだけ思えないぐらいのあのー、明るさでしたけども、えー、その他は非常にズバ抜けて、えー、よろしいんではないでしょうか。なんせね、あの、某 G 社、一番上のね、某 G 社1600ルーメンのライト、確かにめちゃくちゃ明るいんです。 ちょっとつまやか明るい。けど、でかさがね、これ比べ物ならもうこれの2倍以上でかいんですよ。なあ、そんだけでかくなったら当然重たくもなるし、まあまあ、ね、そんだけ高出力してって明るくなるのもまあ当然なんですけども、まあそれとね、はっきり言って十分種が晴れるぐらいの明るさをこの子は持ってます。はい。では、実際に見ていただきましょう。はい、ライトこんな感じでございます。どうでしょうか。えー、ハイモードです。一番明るいモードですね。 えー、2と等あって、上と下両方ついております。なかなか明るいでしょ。床一面ほんとドーンと明るくて、あのー、残念ながらね、過去側のように、あのー、両サイドに何もなくて真っ暗な道っていうのが <laughs>、ちょっと残念ながらなくて <laughs>、えー、両サイドちょっと壁があってね、あのー、申し訳ないんですけども、まあ明るいですね。非常に明るくて、あのー、かなり使えると思います。でね、えー、一番明るいのだけはな、じゃなくて、あのー、ローモードですね。 あの一つトーンを落としたモードも撮ってますこんな感じでございますえー、一番明るいモードでね1時間40分かな確か使えるのがで今見てもらっているのが、えー、ローモードなんですけどもこちらでね、えー、4時間半使えるそうですこの明るさでね4時間半使えるのはなかなか優秀ではないでしょうかであとねおまけでね、えー、メインのライトを消して下のこのホグライトですね下だけ下方向だけのライトと、えー、比べてみましたこんな感じですはいあのこう上つけたり 消ししたりをしてますこんな感じで使い分けをすることができます。夜中でね、下方向だけにすることってまあないんですけども、まあ下方向だけにするときは、まあ、あの、日中のデイライトとして使うのはいいんじゃないでしょうか。でですね、まあこれだけじゃちょっとつまんないので、あのー、某 G 社の、えっ、ー、と、1700ルーメンかな某 G 社の1700ルーメン。あの、今回のグラフはね、 えー、某 G 社の1600だったんですけども、某 G 社の1700ルーメンとちょっと比べてみました。えー、どうぞ見てください。どうでしょうかえー、どっちが明るいと思いますこれ、もう、このね、どっちが明るいっていうのはね、もう完全に感覚です。僕はね、あの、忖度なしに今回の D ライトの方が明るく感じます。というのもね、まあ見てもらったらわかるんですけども、某 G 社の1700ルーメン、真ん中白飛びしてるのわかります真ん中すごく。 一応矢印入れておきましょうか。ここですね。ここがね、白飛びしてるんですよ。真ん中にね、めちゃくちゃ集中してるんですよ。要するに真ん中に無駄に集中してるんですよね。で、そこだけ白飛びしてると。で、はっきり言うてね、ここまで白飛びさすぐらい集中させる必要ないんですわ。ぶっちゃけ今回の D ライトのように白飛びをしなくて、 あの全体を照らす方が僕は明るく感じると思ってます。これはあくまで僕の主観です。あなたの感想ですよね。でよねってまさにその通りなんですけども。<laughs> あのー、じゃあ、この某 g 社のライトは何で真ん中に集中してるかというと、より遠くを照らすのにはすごい優れてるんですよ。 この真ん中に集中しているというのは、いわゆるスポットタイプというやつですね。で、今回の D ライト1800なんですけども、フレア型という、あのー、もうまんべんなく周りを照らすライトとなっております。なので、このスポットとフレアを比べるのは、正直ね、僕はよろしくないと思ってます。あのー、某 G 社、これね、今2万円超えるとてつもなく超高級ライトでございます。で、それに対して今回の D ライト1800は1万円ちょっとということで、まあ、これぐらい違うよと。 で、大きさもね、はっきりっ半分ぐらいで。ね、こんだけコンパクトで、これだけの明るさを取得できるってなかなかすごいんじゃないでしょう。で、まあ、最後になるんですけども、まあ、付属品を紹介しておきましょうか。えー、マニュアルですね。えー、一枚ものでございますけども、一応多言語となっておりまして、日本語ももちろん入っております。このようにね。はい。なかなか、あの、わかりやすいマニュアルでございました。はいで。他にね、ブラケット。で、あともう一つね、この GoPro 投入。 変えるやつももいてておりりまますすあとあとケーブルだかか六角レンチなんかも入ってありますでこちらのライトもね、あの僕がずっと前から言うております、逆さ付け対応ライトでございます。ここの六角を外してね、このブラケットのこのソケットの部分を上にすると逆さ付けにも対応しているので、えー、このようにね、下方向に照らすように工夫されているのに、反対につけるという必要はございません。もうそういうことも計算されているのが、このーワイルドさんのね、 ライトのいいとこではないでしょうか。で、あとね、あの、給電ポートなんですけども US、USB-C となっております。こちらね。で、しかも、あの、ルクにも対応しているので、モバイルバッテリーとして使うことも可能です。で、あとね、こちら、例のリモコンがついております。トゥーワイルドさんといえばね、このワイヤレスリモコンにも対応してるんですよ。これによりね、いちいち線につなげなくても、これ、無線でできます。非常に便利です。 では、いかがだったでしょうか今回の D ライト1800。まあ、内部的なお話ですけどもね、3.6V のバッテリーとは思えないぐらいの明るさでした。これ、間違いなく明るいです。で、グラムなんですけども、えー、今実寸を測ったところ、178g。 でした。え、1800ルーメンのライトとしては、比較的軽い方かなと思います。まあもちろんね、むちゃくちゃ軽いとはさすがに言えませんけども、え、よそ様のね、この1600ルーメン超えのライトと比べると、全然軽い方だと思います。ほとんどね、200g 超えてますからね。はい。ということで、非常に優れたライトですので、えー、僕も結構おすすめだと思います。はい。でね、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。